森の森名水公園は、新潟県長岡市西中野又にある公園である。市民の憩いの場となり、キャンプ場などが整備されていた森の森であるが、1985年に森の森湧水として、名水百選の一つに選定されるト来訪者が急増したため、その対応として、豊富な湧水を利用して、浸水や周辺の豊かな自然環境と触れ合うために、 土地押しが整備したのがこの公園である。キャンプ場は有料となるが、それ以外はすべて無料である。森の森からは、水温は年間通じて、摂氏11度前後、日量は2000トン以上の膨大な湯水である。古来より新域として保護され、大正時代まで女人禁制とされたが、現在も新潟県の自然環境保全地域特別、地区、長寿保護区、 特別環境保全林に指定されており、原流部は立ち入り禁止である。湧水は昔から飲料水や灌漑用水として使用されてきて、現在も鯉の養殖や融雪の水源に役立っている。2017年5月、病行指郊外の山中で湧き水を飲んだ小学生ほか43名がカンピロバクター食中毒を発症。新潟県は 定期的に水質調査を行っているとしつつも、生水飲用の危険性を訴えた。現在も、名水の飲用について、安全を保障するものではないとしている。この事件を受け、東公園においても、飲用の際は煮沸する、要注意喚起の掲示が設置されている。1991年8月にオープンした。アトレはフランス語で魅力という意味があり、公募によって選ばれた。 館内には、ホールやレストラン名盛りがある。1993年オープン。地元名産のお土産を販売しているお店である。食べ物や飲み物を販売するところである。室内は、和室8畳2軒の広さがあり、山の展望を眺望できる。有料施設。オートキャンプサイト20区画、コインシャワー、水洗トイレ等が利用できる。貸し、テント、バンガローはない。 第2駐車場に隣接。その他、地元の産物の即売会や、芝生広場にて祭事が開催されることがある。2019年9月末をもって、金傍のバス路線が廃止されたため、公共交通利用でのアクセスは困難である。ありがとうございます。